見つめてばっかじゃつかめない未来届くようにひらめきで虹をかけよう。校長三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ。皆さんこんばんは。校長三姉妹の長女塚島さむね役の飯田ひかるです。皆さんこんばんは。次女校長正宗役の柳原加奈子です。皆さんこんばんは。三女堀抜き正宗役の春川由紀です。校長三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、略して切れラジ、第73回がスタートしました。イエーイ。ということで今週は柳原加奈子がオープニングを担当します。お願いします。はい、ということでもう寒さが寒さに耐えられんな。いや長いよね。そろそろね暖かくなってほしいんだけどね。私もまあついに暖房をつけたんですけど、そう、ついに、ね、暖房つけたんですけど、まあでもちょこちょこね暖かい日があったりするけど、そうなんだよね。まだ油断すると夜は寒い。でなんかね寒いとね、うん、足をつったりする人が多いらしいんですよ。まあでも寒いとね筋肉がこわばるからね。みんなどうです？つったりする？どうだ。でもね最近まあ、水分をね、うん、いっぱい取るようになったのか、うん、あんまりつらなくなったけど、うん、やっぱさ、つるとめちゃくちゃ痛いじゃない。いや私わかんないんだよね。つったことない？なんかね、わかんないの。どういう感じなのか、でもあんまりないんだけど、うん、なんかやっぱ、筋肉とか筋、うん、足の筋とかがこうピキってなんかね、そうそう変な方向になんかピキって入っちゃうみたいな感じなんだよ。未知の痛みなのよ。そう、なんか例えようのない痛みなんだけど、うん、私一回朝起きた瞬間に両足がつってたことがあって。そんなことあるんだ。そんなことできるんだ。もうね、私その痛みが多分人生の中で一番痛くて、私初めて痛くて泣いた。もう朝起きて痛いしかも足つってるのってなんかこう筋をさいい感じに戻すと治るんだけど、もう両足つってるからもうどうしたらいいのかわからなくて。動かしちゃダメなの？なんか動かしても痛いし、うん、どうひねったら戻るのかも分からずに、もう朝からもう足を押さえながら、痛い痛い痛いって泣きわめいた記憶。もうそれ以来ね、ちゃんと水分取ってるの、怖すぎて。偉いね、偉いね。水分取るといいんだね、じゃあ。うん、私はさ、一箇所しかつらないんだよ。足の裏の、うんうん、なんて言うんだっけ、この足のさ、人差し指のと親指の間ぐらい、うん、間の下の部分の真ん中、あ土踏まずのところかな、ね、かな、この足の裏、この辺り、足の裏のところ、足の裏の下のところ、なんて言ったらいいんだろう、なんて足の裏の、うん、親指と人差し指があります、うん、その真ん中あたりを一直線で下の方にだんだん行くと、土踏まずじゃないの、ちょっと端、ここ土踏まずじゃない、土踏まずかな、土踏まずじゃない、端、あの、へこんでるとこだよね。そう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 、土踏まず、わかるろー。だそうです、土踏まずしかつらつったことがないんだけど、土踏まずをこう、やっぱこう、まあ、正座とかかな、うん、急にこう足出してさ、ピンってやったときに、こうそこのこの一箇所がキューってなるの、だから痛ってなって、もうとりあえず、でもそこはさ、もう揉んで、とにかく揉んで直すって感じ。なるほどね。怖いではなったことないからさ、うん、私ないんだよな多分、あんまりないかも、うん、なんで、ね、寝るときも多分私タイツ履いてるからかな、あったかいんだよ多分。あ、そういうことかな。でもどうなんだろうね、筋肉柔らかいのかな、かも、ね、柔軟なのかもね。そうだよ、だってカニは寝る前ストレッチだしてる、あ、それだわ、それですね。それかもしれないね。確かに関係あったのかも。確かに、ね、寒いときにストレッチをしましょうと、そうだね、動いてちゃうとね、いい趣味になったもん。皆さんもね寒いので気をつけてください、うん、それでは始めていきましょう。キレラジ今週もよろしくお願いします。この番組は0時間放送部の提供でお送りします。
柳原かな子です。春川ゆきです。はい、ということで今週なんかあった人とはーい。え、じゃあ私からちょっと話させてくれる。あの前回私柳原はですね、うん、あの親知らずを抜いたという話をして、はいはいはい、あのご飯が全然食べれなかったと、うん、してたじゃないですか。めちゃめちゃ辛かったの、うん、その前収録した日が3日目だったのかな、うん、3日目で本当にお粥生活ずっと、うん、ずっと4日間ずっとお粥生活してたのかな、うん、しててでようやく1週間経ち、うん、本当にちゃんとした食事をね、うん、食べれるようになり、うん、なんかもう改めてね食事のありがたさが分かったの。食事の歯ではなく歯じゃないとね食べないとね。逆にもう、うん、ありがとうございます、うん、美味しいご飯をってなったの、うん、でしかもね親知らず抜いた時におかゆしか食べれないからさ、うん、なんか栄養、うんうん、栄養をお母さんが心配してくれて、うんうんうん、なんかねバナナ、うんうん、家にミキサーがあるんだけど、うんうん、それでねなんかバナナとなんか牛乳入れて、うん、バナナジュースを作ってくれた。美味しそう。それがめちゃめちゃ美味しくて、うんうん、それはね今でもずっと飲んでる。いいじゃん。からね。そうそうそう、うん、だからもうねめちゃめちゃなんだっけご飯がね、うん、ずっとお粥 で、うん、でなんかチキンが食べたかったの。チキンが食べたくてでもねまだちょっと口が大きくは開けられなかったから、うん、なんかちっちゃいあるじゃんちっちゃいチキンみたいな。なんか一口サイズ。あ、そう、一口サイズの、あ、あれだ、あの、あ、ローソンのさ、唐揚げ、あ、唐揚げくん、ね、そう、唐揚げくんを食べた瞬間、うん、めちゃめちゃ感動した。おいしい。唐揚げとはうめえ、唐揚げ美味しいよね。だからなんかさ、うん、ダイエットって言うけどさ、うん、なんか食べれない時だってあるわけじゃん。うん、そうだよね。そう、やっぱりそうだよね。そう考えたらさ、やっぱ食べることって大切だなって思う。いや、本当本当そう。私もすっごいそう思う。だから、みんなダイエットなんかやめようね。やめよう。待て待て。やめよう。待て待て。最近はるかの持論だから、食べられなくなる時も来るんだから、食べれる時に食べておき。私もそう思った。本当に最近食べることに幸せを感じてる。本当にね、食べることしか幸せな時間がなくてね。うん、そう癒し時間になってる。そう。うん、なんかありがた、なんか改めてさ食事のありがたさが分かったなっていう話でした。そうね。でももう半分も抜くんでしょ？ん？もう半分、反対側も抜くんでしょ？親知らず。抜かないの？抜くんだね。あ、抜くんだ。じゃあまたやってくるよ。またやってくる。お母さんにバナナジュース作ってもらわないと。頑張ります。はい。私はね、うん、あのさ、ちょっと前のお話にはなっちゃうんだけどさ、うん、前さ、まあ節分とかのお話したじゃない。あ、先週は。そう、ね、それで、あの後に私、恵方巻きをね、うん、自分で作ろうと思って、うんうん、いいね、今年はね、恵方巻き難民がね、特別だから。だからもうね、具材とかお刺身とかを買って、うんうんうんで作ったんだけどね、本当にね、もう超楽しい。なんかもうこういうイベントだしさ、なんか作るとこからね、うん、やった方が楽しい、ね、あと、うん、自分で好きなだけ具材を入れられるっていう。あ、それはいいね、好きなもの入れられる。そう、何入れた？私はね、なんかまあセットは買ったんだけど、恵方巻きセットみたいなやつ、なんかお刺身だけね。あ、そうそう、うん、お刺身がめっちゃ入ってるやつ、うん、で、マグロとかホタテとか。ホタテなんか入ってたの。てたの、いいね。あと、カニ？カニかな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 ？カニかわかんない。カニかまだと思う。カニもどき。カニ大好き。カニ大好き。で、カニかまも入ってたし、あと、サーモン。サーモンとか、まあその他もろもろ、まあそういうのが入ってて、あのね、とびっこも買ったのよ。あら、いいね。そう、ちょっとここをケチらずに買ってみようと思ってさ、もうね、とびっこがあるとないじゃ全然違う。プチプチするもんね。美味しさが全然違う。それで、作ったの、うんうん、でさ、じゃあやりますよ、食べますよ、うん、食べるときにさ、うん、一口目さ、うわ、美味しいね、飛び込んペチペチしてて超美味しいと思ってさ、食べ進めていくじゃん、うん、で真ん中あたりでさ、あれ噛みちぎれる。だんだんとね、なんかさ欲張りすぎたんじゃないの。なんかね、違うのよ。あのさ、焼き海苔あるじゃん、うんうん、焼き海苔をさ、あのサイズで買ってさ、うんうん、自宅で酢飯を作って包むと、うんうんうん、一瞬でさ、
あの柔らかくなるわけ、のりが、うんうん、でね、こう出来たてで食べるじゃん、うん、そしたらね、ちょうどいい温度かわかんないけどさ、うん、噛みちぎれないのよ、のりが、のりだね、あ噛みちぎれないのあるよね、のり噛みちぎれない現象なんなんだろうねもうね、それでね、もうご飯がパラパラパラって落ちてきて、確かに噛めないからご飯がさ、なんか横に噛みちぎるんだよ必死にまあね、なんかその私は口唇から外れなければいいって感じの、はいはい、まあ自分的ルールがあって、うんうん、とりあえずのりはこう頑張って噛みちぎってたらもう手がね、うん、お米だらけ、お米ととびっこだらけなんか、うん、食べ終わったらすぐに手を洗って、なんか複雑な気持ちになりました、うん美味しいんだけど、ね、なんかスーパーの方が噛み切りやすいです。だんうまくやってんだろうね、そうきっとね。達人なんだろうね。そうすごいな。でもいいね、自分で作るの。そう、本当にとびっこおすすめです。いいね、超美味しい。へなるほどね、はい。食べ物続きですが、じゃあはるちゃんは何があったんでしょうか。私も、また食べ物なんだけど、うんまあ、なんか今いろんなお店でさ、うん、食べ物テイクアウトできるじゃないですか。うんうんうん、私は先日テイクアウトしたものがございまして。なんだい高級イタリアン、うん、サイゼリアの、うん、みんな大好き、みんな大好き高級イタリアンサイゼリアの辛味チキンってご存知ですか。あ大好き、ね、お子様大好きみたいな、ね、ちょっとね、からちょっと甘辛い感じの味付けのね、うんまあ、こう外して食べれるチキンなんだけど、うんうん、それをこうお店でさ、まあ、一皿5本ぐらいで食べれるじゃない、うんうん、それがなんと今お家用に冷凍になってるのが辛味チキン 1.5キロ、うん、1.5キロの辛味チキンが冷凍で販売されてて家で持って帰れるようにでもこれは買うしかないと思って、うんうんでそれを買ったのよ、うん、で調理法も簡単なの、うんうんうん、もうなんか家でもレンジでチンすればもうとりあえず食べれてしまうのよ、うんうん、でその後ちょっとオーブンで、まあ、カリッとさせたりするとさらに美味しいんだけど、うん、でもレンチンでも十分美味しくて、うん、でも味もさお店で食べるのともう全く同じなのよ、うんうん、そうなんだ、だから家であの辛味チキンが 1.5キロ、まあ、40本ぐらい入ってるけど40本ぐらい食べれて、うんでなんかお店のよりも、ま、持ち帰るのがちょっと安いのかな、うん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 、ちょっと安くてあの最高ですよ、辛味チキンこうむしゃむしゃ食べながら家でレモンサワーで、ね、流し込んでみなさいよ、もう最高だね、あもう最高でしたね、今40本は食べてまだ食べてない、全然冷凍しておけるから、あそっか、食べなくてもいいんですね、そっか、だからなんかたこ焼きみたいな感じで食べたい個数だけ入れて、そういうこと、そういうこと、いっぺんに食べなくていいから、めっちゃいいかも、そうえだって賞味期限も1年ぐらい持つ、そうだよね、冷凍だからめちゃめちゃ持つ、そう、あすごいわ、ね、おつまみにもいいし、うん、お弁当とかに入れてもね、めっちゃいいと思う、あーいいな、辛味チキンお弁当に入ってたら最高よね、最強なんか私さ道でね、うん、その旗を見たのよ、うん、サイゼリアの、うん、で私もめっちゃあの辛味チキン好きだからさ、うん、一瞬え買って帰っちゃおうかなって思ったんだけど、うん、その3秒後に私の冷凍庫を想像したら、うん、アイスまみれだから、うん、あそうかまだか、ま、だ入らぬまだあるんかアイス入らぬ、おすすめぜひ、買ってみようかな、ちょっと私もなんか気になって買ってみようかな、絶対いいと思う、皆さんもぜひ、ね、皆さんもぜひ見てくださいはい、ということでメールをこれから紹介していきます。ラジオネームライトミドルさんからいただきました、ありがとうございます。ひかるん、はい、かにゃ、おい、はるちゃん、はい、こんばんは、こんばんは、先日ようやく卒業論文の提出と発表が終わりましたお疲れ様です、お疲れ様です、パチパチ、そして、うん、年末には終わらせる予定だったのですが、うん、途中で怠けてしまい、うん、結局提出期限ギリギリになってしまいました。そんなもんよね、そんなもん皆さんは課題などは計画的にやるタイプですか、というお便りをいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、なるほどね、計画的にやるタイプですか、いやなんかこの仕事についてから仕事の関連のオーディションとかね、出さなきゃいけない資料とかはまなるべく早く出すようになったけど、学生時代とかのこと考えるとね、私は割と課題はギリギリだったかな、前日の夜に、大学の時とかそれこそ本当前日の夜っていうか朝ぐらいまでやってたな、意外だな、はるちゃん先にやってそうなのに、なんかね意外と先延ばしちゃうんだよね、急を要さないものを、なるほどね、そうそう、この卒論もね、私も割とギリギリではなかったけど、なんやかんやなんやかんや締め切り結構ギリギリじゃない、うん、余裕なかったかな、まあそうなったよな、うん、なんか
課題は私ももう絶対に小中高、うんうん、前日前日にやっと見るやっと見るんだ。そうそう、前日あるかな。うん、あでも、まあ、そうだね、3日前ぐらいに見て、うんうん、取り掛かるのはやっぱ前日だね、うんうん、オールで。なんかそうだね、なんかね、うん、テスト勉強とかは絶対時間がかかるなって思うから、うんうん、結構余裕持ってやってたんだけど、うんうんうん、課題はなぜか自分にこう絶対一晩で終わるみたいな結果かしそっちだね。あすごいわかる。本気出せば終わる、本気出せば終わるみたいな。テスト勉強は3日かかるけど、うんうんうん、課題は多分寝なければ大丈夫みたいな。逆にカニャはね、うん、なんか結構すごい悪知恵をね、うん、働かせ、うんうん、そのまあ課題があるじゃん、うんうん、課題がある夏休み2週間前とかにさ分かるわけじゃん、うんうん、その提出期限は丸々です、うんうん、な何々をやってきなさいみたいな、うんうん、それをなんか2週間前にあるから、うんうん、もう2週間前からやっとくの、うんうん、しかも授業中においおい授業中にめちゃめちゃ勉強してる風だけど、うん、夏休みの課題をやって、うん、でなんか夏休みの前半ぐらいに終わらせるんだけど、うん、終わらせるんだけどさ、うん、なんか小中ってなんか絵とか習字があるじゃん。ある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 、そっち系が結構ギリギリだった。私はあの、ね、結構さ計算ドリルとか私もちょ前の方に終わらせたんだけど、ライナーだって答え見れるしさ、うん、答え見れるもんね。わかるわかる私はそこ一緒にしないで簡単なんだけどさ、うん、もう絵とか習字はもう自らやらないとできないじゃん。そうなんだよ。だからめちゃめちゃ大変だった。最後の方さ、私一日になんか午前中に習字をやって午後に絵を描いて夜は読書感想を書くみたいな。めちゃめちゃ大変だった。最後の3日間じゃあ逆かも。私絵とかは好きだったの、当初ね、うん、今はもう全然描けませんけど、うんうんうん、小中あたりはすごい好きで、うん、お出かけした時にも終わらせたりしてた、うん、それだけね。すごいな。ただドリルはもう本当に前日とかだった、逆だったんだね。逆だった、うん、いや締め切り、ね、締め切り結果ギリギリになってしまう3人でした。はい、ということで今回のお便り紹介はここまでです。番組では皆さんからのメール投稿をお待ちしています。メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は HOCHO です。皆さんからの投稿お待ちしてます。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、限界突破キレラジ工房。私たち包丁三姉妹がさらに切れ味あるユニットになるために、毎月のテーマに真正面からぶつかっていくコーナーです。おー、月ごとのテーマにそれぞれ挑戦してポイントを貯めていきます。うん、毎月の最終週に優勝者と最下位を決定します。はい、はい、今月は洞察力というテーマでワードウルフというゲームに挑戦をしています。はい、はい、うん、これからですね、私たち3人にそれぞれトークのお題が渡されます。はい、でそのお題について90秒間話し合っていくのですが、3人のうち1人だけが内容の違うねトークのお題を渡されている仲間外れがいるというわけですよ。はい、でこのトークをしていく中でですね、うん、誰がその仲間外れ、うんうん、ワードウルフなのかを当てていくというゲームになっております。はい、はい、でこれね、ワードウルフに2票入らなければ、うん、ワードウルフの勝ち、うん、はい、でワードウルフに 2票入った場合は、うん、ワードウルフの負けになります。はい、勝った方の陣営に1ポイント加算されます。うん、そして現在は私飯田1ポイント、うん、で柳原が2ポイント、うん、で春川3ポイント、はい、1,2,3 となっています。1,2,3 だね今のところ。はい、でまだね分かりませんからね。まだね、あと、ね、今日とあともう1回あるからね、うん、そうそうそう、うん、そうちょっと今日春ちゃんに2連勝されるとまずいな。今日私はね、2連勝したらもう来週絶対負けはないんで、ね、ただのワードルフ楽しい楽しいワードルフ楽しいワードルフ、進めないぞ。よし、じゃあいいですか。はい、行、はい、きましょう。はい、それでは洞察力チャレンジスタートです。じゃあね、お題がお題、はい、配られております。ありがとうございます。はい、チラリン。ほうほうほう、なるほど。リリリリリリ、あーあーあー、なるほどなるほど、はい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 、わかりました。いいですか。はい、お題確認できました。はい、それでは90秒間のトークタイムスタートです。
しい、楽しい、大好き、とりあえず楽しいよね。うん、楽しいけど、うん、めちゃめちゃやったってわけではないかな。私そこまでやったことはないけど、ね、うん、やると楽しいんだけどね。やると楽しいけど、なんかたまにやるのが楽しいと思う、うん、そうだね。なんかそんな、まあしょっちゅうは、うん、しょっちゅうは行かないけど、うん、かな、うん、あと意外と大変。あ、大変、意外とね、うん、意外となんか大変だなって思った。意外と疲れるかも。そう、疲れる、疲れる、うん、意外と。そうだから楽しいが本当にできないんだけど、私も自主的にこれやったことない。ない、確かに私もない。そうだ、ね、うん、でもなんかすごい人は本当にすごいよね、うん、なんかあ、でもすごい人は本当にすごいと思う、うん、ザって感じな人もいる、うんうん、あれにはちょっと勝てないな、うん、私も全然難しい。やれるけどって感じ。そうそうだね。でもなんか、うまくない、うん、上手い時とうまくない時の差が激しい。あ、確かにね。そう、なんか学んだわけじゃないから、そうあの遊び程度でしかやったことない。なんか感覚じゃない、うんうんうん、感覚だから楽しいけど、だんだんできるようになるから、うんうんうん、なんか気をつけてることとかある、これやるとき。なんだろう、気をつけてることってなんだ、なんだろうな。でもなんか気けてること、気負わない、気負わない、気負わないすごい重い人、気負わないで、はい、はい、じゃあ終了ということで、はい、今のトークをもとに少数派の人を指名します、はい、いいですか。誰だ、いい、うん、うん、よ、せーの、光る。ではそれぞれのお題を確認していきましょうか。はい、じゃあ私とカニョカイ、はい、せーの、ボーリング。ああ、イエーイ私は、うん、なんだった、カラオケ。ああもうね、人の前でだって大好きとか言ってさでもそんなにはって言ってたから、うんうんうん、ね、そうだね、確かにカラオケだったら私もボーリングか、うん、毎週行ってるみたいな言っちゃったかもしれないなんか、そう、だから絶対に私だと思ったから、うんうん、2人が何なのかを当ててたんだけど、うんうん、何だと思ってたと思う。何だろう、何だと、好き、あいやなんかさ、上手い人とかそんな行かない、でも、うん、だんだんできるとか。でも確かにね、うん、系統似てるかもね、うん、そう、私なんか光るのさ、うんうん、近い、なんかあ、ダーツかと思ったの。あ、なるほど、ね、ちょっとなんかそう、そうだよねって言ってるだけだったから、ボーリングではないんだろう、ね、そう、ボーリングではないんだ、分かったもう焦ってて、もう全然何も同意できなくて確かに似てるようで似てない、似てるようで似てないね、よし、はい、スタッフさん意地悪になってきた、だんだんと、はい、じゃあ2戦目いきましょうか。おー、ドキドキ、はい、ね、これね、難しい、じゃあお題を見てください。なんかね、ウルフになった時の方が難しいからね、ドキドキが怖いもん、はいはい、はい、いいですか、 OK ですよ。じゃあ2戦目、はい、90秒のトークタイムスタートです。おいしい、おいしいえ、でも私は苦手、苦手、あ、でも確かにそのイメージは、私すごい苦手ないあるかもしれない。確かに、好き嫌いとか食べれない人は食べれないかもしれない、うん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 、でもなんか食べたいけど、うん、なんだろうな、なんかあの味がダメ、うん、なんか特殊というかなんか不思議な。でもまあ好きな人はね、めっちゃ好きだと思うよ。好きだと思う、私はめっちゃ好きだけど、うん、あー好きそう、私はめちゃくちゃ好きだけど、私はね、うん、弟がめちゃめちゃ好きで、これそうなんだ、なかなか、でも日常的に私全然食べない。私も食べない、私めっちゃ好き、本当、なんだろう、あとあとなんだろう、あとなんだろう、へえ、なんかさ、うん、どういう時に食べる、どういう時、どういう時に、うん、でも一人では食べたことないかもしれない。私もない、うんうんうん、人がいる時、うん、人と一緒に食べるの、確かにあんまり食べない、うん、そんなしょっちゅうは食べれないかも、うんうん、しょっちゅうは食べれないな、しょっちゅう食べてたら、うん、しょっちゅうは食べれない、しょっちゅう食べたらなんかなって、でも確かに出てきたら嬉しい、めっちゃ嬉しいよ、うん、確かに好きな人はめちゃめちゃね、うん、好きなんだろうな、うん、なんか出されたらもてなされてる感すごい、ある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 、かなりね、結構かなりもてなされてる、かなり、うーってなるよね、うーんってなる、おーむずいな、なんだろうね、なるほどなるほど、分かんなかったな、はいはいはい、はい、終了ということで、今のトークをもとに少数派の人を指名します。
せーの、カニャン。はい、では今私とハルちゃんがカニャンを刺して、カニャンがハルちゃんを指さしてます。ました、うん、じゃあ刺されなかったら光るからね。そうだね。私。でれーん、カニ。はい。じゃあハルカはカニ。カニャウニ。あ、ウニか。待って、なカニ好きなのみんな知っとる。さっきさ、恵方巻きの時にカニカニ。ああ。私さ、いくらかと思ったの。ああ、なるほどね。いや、私エビかと思ったの。あ、でも私伊勢エビとかかと思った。そうそう、最初だから、うん、最初そっちに合わせに行ったんだけど、うん、なんか途中で、あ、はるちゃん絶対一緒だと思っても強気に、うん、そうだった、だった攻めた。いやこれむずいな。まあこれさ、好物だったもういくらでよかった。いくらだったら勝てたということで、今週の挑戦は以上です、はい、今回私たち3人が獲得したポイントは、飯田が、1ポイントで合計2ね、うんうん、で柳原1ポイントで合計が3ポイント、うん、で春川が2ポイントで合計5ポイントやった有言実行しやがった。有言実行です。マジか。って今回誰がワードウルフってなった？私とカニャン。あ、そうだ、うん、おい、はるちゃんはウルフになってない時はポイント稼ぎ時なんだって。そうなんだよ、不思議だよね。ほんと前回の私というわけでね、来週私は楽しいワードウルフを。なんでもっちゃう。はい、ということで次回も限界を超えるために頑張ります。以上、限界突破キレラジ工房でした。本当三姉妹がキレ味抜群な番組を目指すラジオ。包丁三姉妹が切れ味抜群な番組を目指すラジオ、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのメール投稿をお待ちしています。メールアドレスは包丁アットマーク joqr.net、 包丁は hocho です。皆さんからのたくさんの投稿お待ちしてます。最後にお知らせです。スマートフォン向け美少女剣劇アクション RPG 天下百剣ザンガー好評配信中です。私たち包丁三姉妹はもちろんなんですけれども、他にも可愛いみつるぎちゃんたちがたくさんたくさん登場しますので、ぜひとも遊んでみてくださいね。その他最新の情報は包丁三姉妹公式ツイッターをご確認ください。はい、ということで今回もやってきました。工房むずい。もうこの時点で春ちゃんの勝ちが確定してますよ。はい、もね、そうね、確定はしてる。負けはないんでね。何連勝するの。勝ち抜けばもう2点取ってもね、打ち切れね。そうそうそう、今月の1位は春川ということで。あ、なんてことだ。ワードウルフはでもね、いっぱいやった人がうまいとか。確かにそう。でも慣れよ、慣れ慣れ。ワードウルフにならないよね。あ、あれそうだよ、あんまなってないよね。引きがいいね。でも1回も引いてなくて2回も引いてない。なんだね、ウルフの方がね、難しいから。そう、難しい、確かに。カニはやられた、私も。私は前回の私にやられているよ今。一回も当たんなかったのにさ。なんか点数的には私とヒカル1ポイントずつだから、うん、そうそうそう、結果なんか変わってないよね。変わってないんだよね。だからね、まだ全然。そうなの、頑張って頑張ればいけるのか。頑張ろう。はい、それでは今週はお別れです。また来週も聞いてくださいね。ここまでのお相手は飯田ひかると柳原かなこと春川ゆきでした。それではまた来週、バイバーイ。この番組は明治館放送部の提供でお送りしました。